どうも柴田です。本日は激うまホルモン鍋を食べてこの暑さをぶっ飛ばそうのコーナーです。ほう。ということで今日はもうお昼から飲む決めつけてんな。もうあの昼飲みの街尼崎なんで、だからね、今行きましょう。ちょっと気になる店あるんですよ。元祖てっちゃん鍋安盛ホルモンてっちゃん鍋って書いてあるやん。行きましょう行きましょう。ありがとうございます。じゃあお疲れ様です。乾杯です。あら、うまい。うお、できるまでこのまま処理で、はい、はい、ありがとうございます。もうめっちゃ美味しそう。うわ、ほうほうほう、そういう感じだか。お母さん、誰と出るんで写真撮ってもらえます。わ、商売上手って書いてた口コミに。お母さんがセット代取られるわこれ。お母ちゃん舐めたらあかんぞ。セット代くれぐらいまだ怖い。恐ろしいな。恐ろしいな。この野菜から水分が出てきて、それとこの上の特製誰か混じっていく感じやね。だって鍋って言っても水分は野菜の水分のみ。はい、もういけるよ。あ、いけますか。もやしとニラを手前に下ろして、はい、汁につけたら、このもやし生でもいけるから早めに食べて。はい、これで出来上がり。おお。肉はここに隠れてるんやけど、肉はまだ出来てないから野菜だけ先だ。あ、わかりました。ということらしいんで早速いただきます。もやしもいけるらしいから、もやしとニラか。全然そんなめっちゃ辛くないけど、めっちゃこの辛さの心地いい香りがある、唐辛子の。めっちゃ食進む。めっちゃこの香りがいいですね、唐辛子の。なんか、辛いのが好きやったら、唐辛子入れてもらったらもうちょっと辛みが増して、ちょっと違う味になる。おお、なるほど。もうどこ食べてもいいよ。はい、糸こんと豆腐頭に入れたらこうやってひっくり返しかけてね。はい、色がついたら食べてね。はい、豆腐も真ん中入れとくね。ありがとうございます。てっちゃんと、もやし一緒に行こうか。だってカバネロみたいな辛さじゃないやん。なんかこう、てっちゃん行くと、この唐辛子のこの香り、これとめっちゃ合うね。思ったほど辛くないねんけど、けど唐辛子の香りがすごいね。もう今なそこな、お母さんがテレビの前行ったら見えへんって怒られとった。ちょっと青唐辛子入れたくなってくるかもしれない。うん、そう、すいません。これちょっと青唐辛子って入れるんですか。ちょっとだけで、ね、はい。あ、大丈夫、隣の人ね、歯がないんで噛めないです。甘噛みね。甘噛み。ちょっと変化したかな。さあ、いただきます。めっちゃ辛なってたらどうしよう。ちょっと怖いねんけど。いつもテイスティングしてるから、それより辛いの。大丈夫、大丈夫。あ、入れた方がいいね。あ、そうなんや。うん。これようやくピリ辛みたいな感じになった。うん。けど、うん、お母さん、生鮮お願いします。はい。やっぱ生鮮あったら食わないね。そうやな、島さんはね、生鮮好きやからね。めっちゃ好き。夏は生鮮めっちゃうまいね。さっぱりするからね。ほうほう。めっちゃうまい。これだけでいいかもしれない。お母ちゃん、そういえばさ、息子さんに空調服買ってあげたやろ。うんうん、頑張ってるからな。うん、なんぼしたん。3500円。
そう、パンついてないくない？ついてるよ、それ。ついてないって、それ上の服だけやから。ほんまや。え？ついてないやん、服だけやん。やらかした。パンとバッテリー買わなあかんやん。うわ。おお。これで振り出しに戻るわ。せやいりますいります、 OK です。優しい、慣れてるな慣れてるな。ちょっとやばない。だからお父さん聞いてこて、あったら、あそういうことか、こういうことか。そうそうそう、なるほど。自分でします、自分で。渋いなこれ。まためっちゃ俺似てたチャングム。これを語らしたら俺長いで。え、長いからやめとくわ。やめとこ。だお母さんと一緒ぐらい熱い。ありがとうございます。これやねん、これ結構入ったで。結構入ったな。うわ、ニンニクのいい匂いしてきた。ああ、これでもう人に会えんくなったわ。今は完全にニンニクの場所行ったな。行ったな。ニンニクの味しかせんかったわ。ここほんまに最高な店やな。そうやな、うん、ほんまに接客がめっちゃいい、うん。お父さんめっちゃ喋ってくれるからね、うんうん、一人でも全然来れるね、うん、ほんまに。お父さんが忙しかったらお母さんがあの出演料払って出てくれる。あ、けど韓国ドラマある日は無理やね。もう今無理やもん、見て。お母さんもうあの止まったから。もう完全に止まってしまったから。お母さん今充電中やな。完全にもう止まったから今。てっちゃんと置いといて。あ、雑炊とラーメンね、うん、ラーメン行こうか、うんうん、すいません、ラーメンお願いします。あのおらんくなった時のお母さんとかみんなどこ行った？外で休憩してんだよ、あの感じを。あ、多分お父さんはね。お母さんもおるね。お母さんもおる。うん。じゃあお母さん楽屋で直してきて、メイク。あ、メイク直してきた。メイク直してきました。何それ何それ。もうもちろんです。はい。4K でシワまで。もう20代に見えますよ。はい。いや、ちょっとタックス安くなるかな思って。高い。もう最高やん。頼まんやこれ。じゃあ締めラーメン行こうか。最近息子とどう？あのね、本日の息子コーナー、平行線ですね。平行線、うん、多分、うん、ファンとバッテリーなしの空調服を見た時点で、うん、また多分広まるから、ね、傷口が対角線交渉する。やめなさい。俺が負けるからやめなさい。負ける。飲み物何があるの？お母さんにおすすめ。絶対マッコリって言う。マッコリって言う。絶対マッコリって言う。お母さん、おすすめのお酒は何ですか？何だろう、マッコリ。予想通り。はい、ありがとうございます。すいません、おじやっていけます？ちょっと厳しい。いけます？ギリギリ？おう、おう、いけるかこれ。あ、ほんまや、いける、いけるわ。はい、はい、野菜とホルモンの出汁が出ない水分で鍋をする。野菜の凝縮された旨味とホルモンの旨味が強くて、うん、そうですよね。え、もう創業何年なんですか？50年。
お母さんの今のドヤ顔がすごい。初代。じゃあいただきます。うん、これ当てなあと3杯いけるな。酒飲みの人はね、はい、足でこのヘリの焦げた部分はね、おお、酒飲みの味。なるほど、ここね。うん、そこそこ。あ、これね、日本酒と合いそう。あ、お母さん。けどね、ミスったら三掛けやで、多分ピンク伝票三掛けやで、多分。多分ね、74。来月の11日で、はい、嘘でしょ。嘘。お母さんやっぱりコラーゲン取ってるからや。そう。あ、やっぱりそうかな。てっちゃんも油でよう喋んねん。あ、めっちゃ食べた。食べました？結構食べる方ですか？食べてもね、はい、うちはね、はい、野菜がたくさん入っててヘルシーよ。おお、さすが、さすがです。お母さんうまい。うまい。最後に安心できた。ごちそうさまです。いやもうめっちゃいい思いしました。ありがとう、また来てね。はい、ありがとうございます。いつでも来ます。ということで今日のお店はもう100点です。なんかもう昔ながらの接客、ああいうのがもうめっちゃ好き。そうやね、うん、なんかもうほんまいらっしゃいませとかじゃなくて、うんうんうん、なんか通じるものがあるやん。そうやね、なんかああいうのがめっちゃいい。ぜひとも皆さん行ってみてください。これぜひともリストに追加です。最高、めっちゃ美味しかった。今日はデブにならないよ。デブになる？いや、なるな。確実にあのお店で一番食べてたの僕らや。そうやな。プラスビールな。明日頑張って運動したいと思います。ということで本日もありがとうございました。